こんにちは。こんにちは。2月の14日バレンタインデー、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も、ちょっと空いた時間を使って、動画でおすすめをご紹介したいなと思います。はい、お願いします。今日も僕清水と、はい、はい、急な雨、急な入荷と急な乗せ、はい、中乗せです。お願いします。だけ救急してる。もう全部救急。もうね、あの顔真っ赤です。最後見返したら多分顔真っ赤ですから今。もういいね。はい、頑張ります。いい、ね、今日も頑張ります。そう、時間押しとけ、行くよ。はい、お願いします。はい、まあ今日も朝からね、朝までは、ね、ちょっと今の時間だけちょっと雨降り始めてですね、ですね。割と早い時間から、ね、皆さん結構来てくださって、ね、やっぱまあジャコメッティシリーズすごかったね。今日もなんか毎日売れてますよね、あれ。本当リアルに毎日、どの方数もね、喜んでもらって売れてます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこういうのね、あの靴足元から多分季節を変えようかなっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、まあそういう点じゃ来ました、また新たな新ネタ。はい、まあぶっちゃけこれはブログとかでも何の告知も正直してなくてですね、まあ、もうちょっと入荷が先だと思ってたんですけど、いきなり電撃的に今日テントに並べることができまして、はい、来ました、じゃん、こちら、はい、じゃん、イロバーのシャツシリーズ、じゃじゃーん。まあこれ今日届きまして、じゃじゃ、こっちはまた無理いいね、これまだ違います。シャツコーナーで届いた分があるので、ちょっと軽くですけどね、ご紹介したいなと思います。お願いします。ぶっちゃけ何の告知もなく店頭に届いてね、今日来てくださった皆さんもそうですね、そうですね、まあ何にも情報なくね、もちろん見てくださってるんですけど、早速売れてます。こんなん入りましたよって言って、これいいやんけみたいな。レジ横に段ボールで並べてる。何これってお客さんが、お客さんの方から開けるって。もうそうなったら我々隠しませんので、はい、どうぞどうぞって言ったら、もう早速ね、何名か買ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。で、一応今回はここのコーナーでは3方ピックアップしました。で、正直今日来てくださった方々が早速勢いよく買ってくださってるのがこちら、イローバー。もうむしろね、パンダでは最近結構好きでよく展開してるんですけど、もういわゆるもうミリタリージャケット、まあミリタリーシャツジャケットというかね、もう要はシャツ生地で、ちょっとこういうミリタリーなジャケットライクなものを作ってると。で、まあいわゆるこう軽い生地というよりは、ある程度ジャケット面もすごくかっこよく見えるような、まあまあもちろん春夏なんでそんなに重たくはないんですけど、適度にこう腰感もあるけど、まあまだそんなにこう重さを感じない軽やかな方。これね、実は新型で出てる形で、初めて展開もちろんしてます。なんかミリタリージャケットとっていう名前ですけど、うん、あれですね、肩の、まあそうそう、そこ、これね、結構まあもちろん好みはあるとして、はい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 、はい、今まで定番的にやってるのって結構いわゆるこうね、肩にこのエポレットついてましたね、はい、ついてました。で、要はそれがない方がいいかなっていう方ももちろんいて、今回はナイス、まあ要はものすごくシンプルなパターンでデザイン的には作り上げたなっていうのと、で面白いですね。この肩はシンプルにしてた分、うん、まあもちろん胸ポケデザインと、はい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 、ウエストも適度なシェイプ感と、これかわいい腕にワンポイントポケット。かっこいい、これかっこいいです。まあまあこういうね、もちろんシンプルデザインですけど、形とかやっぱねすごくいいのと、まあ特にこううち的に言うとね、こういわゆるこう今は大事ですと、ブーレのナイロンアウターとかね出てますけど、うんうん、その次の時期とかね、まあもちろんまだ即戦力というよりはもう今で言うとね、インナーから着始める人もいますけど、ちょうど夏前のタイミングの、うんうんうん、そういう軽い1枚のちょっと軽めのジャケット代わりなシャツというイメージのが分かりやすいかなと思います。で、今回ね、色もねすごい良くて、こちらがまあまあ王道的なというかね、はい、ベージュカラー、ベージュですね、ベージュ、はい、まあ、後ろなんかもすごくシンプルなパターンにしてますね。そうですね、ダーツは入ってないんですかね、後ろはパターンも、ね、全然入ってない。はい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 、と、こっちね、色かっこいい、個人的にこれすごく大人だなと、男らしい、これ写真じゃもしかしたら分かんないかもしれないけど、これブラウン系ですね、これ
今までだったらね、いわゆるもうちょっと暗いオリーブとかをやりがちなんですけど、もう少しちょっとなんていうかな、大人顔なはいはいはい、はい、カラーで選んでます。だからなかなか、いやまあでもブラウン伝わってると思います。ベージュとのこの色の感じこの辺はね、なんていうかな、もうそれこそシンプルに言うと T シャツの上にサッと羽織っちゃう、はいはいはい、とかで着てもらえるとすごくいいなって。ちょっと試しに着てみます、ね、早速これもだから、今日来てくださった、北九州のね、ついさっきはね、グルメかな、はいですね、グルメの N 村さん、仲良し N 村さん、はい、北九州の慶下さん、慶下さん2人とも全く正直これ見てたわけでも全くないんだけどそうですそうです、ええやんとN 村さん早かったね、むしろね早かったですね何よりも先にこっちに崩れたのかなっていうちょっと着てみます、お願いします。今まではね、どちらかというと春夏も結構ネイビーとかちょっと暗めの色で結構展開してたことが多かったんで、こういう形だから僕は160、今8センチでこれ XS サイズ着てます、うん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 、やっぱねシャツ屋なんで、もうシャツのこの構築的な形で作り上げてるデザイン、あとはシレット感とかね、すごくいいと思います、うんうんうん、これあれですね、シャツジャケットってやっぱりこうシャツ上に着たらジャケット顔になってって感じですね。そうですね、なんかシャツだけど別にシャツ上にサッと着てもいい、うんうん、分かりやすくいくともうね、クルネックの T シャツとかでシンプルに着ちゃってもかっこいいかなって感じは、先側も僕が168cm今この感じなんで全然出して着てもらえるぐらいの丈感でもあるかなって思いますね。今日はこの今のところベージュがね来てるね、ちょっと一歩優勢ですね、今のところは優勢に来てます。今日中シャツ着てるんですけど、もうシンプルに行くならこうやってガムって、はい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 、で着ちゃうっていうのが、まあまあこの辺とかね、わかりやすかった。なんかパンナのお客さんは絶対好きこの感じ。好き。まあ気合い入れずに着れる感じかなっていうと思います。普通の、真面目なシャツとかじゃなくて、ブルゾンラインのパターンなんで、まあもうウエストも適度にシェイプも効いて、あとこれポケットね。はい、そうですね。あ、これいいですね。いいですね。かっこいいです。このパターンね。だから肩周りはスッキリさせてるから、このワンポイントが効くかなっていう面白さもありますね。まあ、これが今ベージュカラーと、ちょっとこっちも着てみようかな。あ、お願いします。まあ、こういうシャツとかがね、増えてくるとやっぱ春をね、感じるね。あー、確かに。結構一気にシャツがドッと入ってきましたね。今日はね、一気に着てます。こっちがね、個人的にも気になってる。てか、さっきまで正直ね、地味にバタバタしてたんで、はい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 、初めてしたから、やっとこれ着れてるって感じ。そうですね、そうですね。この色もね、かっこいい。うん。男のブラウンから。色にパンツ、例えば、はベージュのパンツ合わせたりとか、はいはいはい、白パンとかね、ちょっと軽い感じで着てもらってもいいかな。コントラスト。うん。生地は、当然シャツ屋の生地なんで決して重たくも全くないんですけど、まあ、腰がいい生地感なんで、うんうん、襟シャツなんかもすごく綺麗ですね。襟のこの、うん、なかなかピントが難しい。あ、でもいい感じ。これね、いいね、この色。ブルーデニムでサッと合わせる、うんうん、あ、いいですね、いいですね。これね、白スニーカーとかね。はい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 、あ、はいはい、かっこいい、これやっぱり、うん、かっこいい、うん、なんかあんまりどこでもかんでも作ってるような形ね、こういう軽い生地ではね、ない、確かに確かに、アイテムというかモデルだったりするんで、まあ、うちはギローバーでこういうの好きで毎シーズンよくやるんですけど、はい、まあ結構売れてますね、毎シーズン、まあ、ですね、ちらっとね、あ、はい、袖口なんかはこのさすがのね、刺繍ちょっと入ったりとかね、ピントがなかなか、あ、今ワンポイント入ってる、はい、こういうデザイン的にも面白い。これはね、言っちゃうとあれなんですけど、まあ、今日値段見てて思ったより安かった。いや、びっくりしました僕、まあ、リアルに2万ね、ギロバのシャツが2万後半ぐらいでって思ったんですけど、うん、まあ、税入って3万になるのかなぐらい、はい、まあまあリアルな話、2万3000円の消費税なんでこれやりたかったいつやろうかなと思って変なアドリブいらんそういうのいらんよかった、できた、満足です、満足です。だから2人ともね、
あのさっきもう立て付けに2枚売れたんだけど、はい、安っってね思わず言ってくれたね本当にって言って、そうそう、まあだから砂構えがすごくいいんで、まあ、そこがすごくあのコスパの良さも分かってもらえるんじゃないかなと思います。とこれもね、今回あ次はこの辺、はい、これね、あの一応並べてますけど実は素材違います。この煮方とこっちとこれまた違います。でこれがね、もうパンナダほんとずっとベストセラーで売れてる定番、うんうん、もういわゆるもうカノコのもう柔らかい生地感のシャツ、うん、これがね、要はあんまシャツ着ない人にもすごく喜ばれてて、ピントがなかなか柔らかい、まあ要はカットソー代わりにもね、はい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 、まあカットソー感覚で着れるシャツというか、ね、今から当然クールビーズとかも増えて、これ1枚でさらっと着てもいいし、当然ジャケットの中で綺麗な雰囲気でも着れます。で白定番と今年色綺麗オレンジ、めちゃくちゃいい色これ、こう並ぶとねやっぱねすごく綺麗だなと思いますね。だ要はこんな色は今までやってなかったので、ものすごく新色としてはどうなんだろうね、あの喜んでもらえるんじゃないかなと思います。これいいですね、バカ売れはしないと思ってますけどねシーズンが来たらなんかみんなこうちょっとこう来そうな、これに短パンとかもかっこいいけどね。あ、いいですね、あのおしゃれな人はこれへんちょっと短パンでちょっとレザーのサンダルとか入ってもらうとまた雰囲気いいんじゃないかなと思います、うん、でこっちが白オレンジ、白とオレンジ、はい、でこれがね、これが実は新しい素材で、これ僕触ってびっくりしました。すごい、あのねこれでもすげえ柔らかいなと思ってたけど、はい、超えたねいやこれすごかったです、こっちマジ。これはまあノリというかテイストは正直近いです。いわゆるもう本当にこうソフトシャツというか、うん、ものすごくリラックス系の柔らかい生地なんですけど、こっちはねあの全然表情の生地感の違いは、これがちょっと待ってくださいね、こっちが定番、まあシャツ白合いましたね、こういう感じ。若干その新素材の方が生地感が出ますね。そう、こっちの方が少しこう、うん、ね表情があるあの見え方してます。でこれ何がすごいかというと、もっと軽いのと超新鮮、めちゃ乗ります、これやばいっす、これ着心地はね、まだこれは正直着れてないです、まだ僕さっき出したばっかで、ただびっくりするぐらいいいですね、これはもうちょっと隠し玉的なのあのおすすめとしてご用意してます。まあいわゆるクールマックスってね、あの要はあの肌当たりサッとしてるような、夏でも汗かいてもすぐさらっとね、あの乾いてくれるような軽やかな生地感のもので、こっちは白とこれも色気あるね黒、ブラック、いいブラック。このパターンはうちではもうこっちのカノコを定番にやってましたけど、ちょっと違うテイストとしていわゆるリラックスシャツですね、うん、ちょっと新しい提案として今年の春夏はぜひご紹介をしたいなと思ってます。はい、なんでまあまあ詳しくはもちろん今届いたばっかであれですけど、ブログでもご紹介していきたいなと思ってます。はい、とまあちょっと今日は時間がちょっと迫ってきちゃったんでですね、今13分、ちょうど13分です。多くは触れませんけど、はい、実はチラッチラッ、はい、同じギロちゃんでバンド、バンドシャツ、これ珍しいっすね。これもねぜひ見てほしい、この襟、そう、まあリネンのバンドだ、柄物とかだけどあんまり今日はこれは触れない、はいはいはい、はい、やめとこ、もうまた次の楽しみにしとこ、はい、僕も見たいなあれ、はい、まあそんなこんなでちょっとまた新しい春物がいろいろ来てますんで、はい、ブログでもご紹介していきますし、ぜひ店頭でね早めに見てもらいたいなと思います。お願いします。ちょっと駆け足になっちゃいましたけども、今日はこの辺で失礼したいと思います。はい、お時間の人はまたぜひお待ちしてますありがとうございます、失礼します、はい、失礼します。